ちょっと調べたところ2ヶ月ぶりなんですね、2ヶ月ぶりにがっちりと縁が合いましたね、あの、なんやろ、俺が通知見てなかったり、通知見た頃に返事しても返事なかったりは何回かあったんですけど、がっちり久しぶりに縁がありましたね、それで、あいうっていうのがね、今、1分ぐらい前にピンポピピ、ピコンって入ってきたんですけど、縁がありそうなんやけど、まだ YouTube 上では言ってくれてなくて。 YouTube で私のスイッチの名前はこれですと申請しましたよろしくお願いします <laughs> なんでそんな下から言わなあかったのか分からんけど違います下から言え,言えってことじゃなくて YouTube 上で言ってくれた人だけ承認させていただいてるんですけどもちょっと久しぶりに開いたらいろんな流れが変わってたんでそこら辺の雑談だけしてからいきたいと思いますねうんあっていうかそもそもこれだから俺が撮りたいときに撮れないんやけど承認のギアや白いみたいななんか まだ言ってくれる人がいて俺、俺的には全然面白いと思ってないんですよ。ただ単にこれは、うれしくて撮ってるだけなんですけど、あの承認の儀、はよ、みたいに言われるんですけど、それはあっちから言ってくれたっていうタイミングでしかできないので、ごめんなさいね、2ヶ月ぶりです。えー、っと、流れ的にはやっぱりこのアームズが、アームスズが、 めっちゃ増えてますねこれもあるしこれもあるしこれスマブラで出たからなんかなっていうことですよねあとピクミンがなぜか増えてるこういうねなぜかっていう時にってなんかあるんやって絶対最近ではさあの藤井七段そうたがあのマスクをつけたんですよねだそのマスクを作ってる人が僕知ってる人で なんか売れたと思ったらつけられてたみたいな感じなんですよ。そういうことが何か起きてると思うんです。あのー、多分ピクミンとアームスで何か俺起きてるなっていう予想が。こだってさピクミンなんてほとんどいなかったんですよ。今まで1人か2人ぐらいしか。ね。で知ってるとしずえは。俺知ってる。しずえは知ってると。これあつも盛りがあるからも盛りが多くなってるのはもうもちろんのことなんですこれ知ってるってなんでこんな何回もしずえっていうのこれ。 あるるんですけどもも知ってるだからもりが始まってこう素直に教えてくれる人もいるんですね。ごめん知ってるって言ったけど俺もスマブラに出るまで知らんかったんやけどしずえっていう名前。あと風子もあの3か月前に初めて知ったんですけどでこういうのが増えてきてますねぬきちも増えてます炎。ほのおほのかちょっと違うしずえなんやこれ炎。ほのかほのかかほのかをやもっとほのかに言うとなるんか。 ほら、アームズ増えてるやろ。こんな、こんなにコンスタントにアームズはなかったはず。今まで。でもやっぱ、ミーが俺は好きかなっていうのがありますね。あ、これかわいいな、これ。これめっちゃかわいい。これ、ゼルダか、これ。わかんないですけど。あと、ウキウキシャンシャン、全然静えじゃない。静え多いな。静え率はやっぱ増えてきてます。たぬきチリ。ほら、ピクミンめっちゃ多くないこんな多いことあるけピクミンって。今まで。 この人も知ってます名前ちょっと忘れちゃったな。けんちゃんじゃないし、何だっけな。これね、ハリネズミ。昨日の動画見てください。静江多いですね。小春小春やけど。<笑><笑>小春さんやけどし。アームズまだいますよね。アームズのキャラが最近追加されただけなのかな。うん。これとか。超マニアックなキャラじゃないですか。これ、メカ、メカガールやったっけなんか、ですかね。 うーんたまにこの赤だけの人とかいるんやけどこれどうやってこうできるんやったっけできるんや最初からはいだからちょっとたぬきちでたぬきちアームズピクミンが多い感じに2ヶ月ぶりになったらなってる中で今回ご縁いただいた人はこの <laughs> 一番この中でもすごいなんつうの R&B じゃないねえしなんこれ。 なんか感じないけど、YouTube と全然違う人なんですけど、本人確認合ってるかなっていうのがあって、YouTube 上の名前はマ,マジであのフルネームなんですよね、漢字の。で、フレ申請させていただきました、ラッキー・レイと書いてあります、ご迷惑だったらブロックしても構いません、こんな丁寧な申請あるかなと思って、今までに、煮につかないっていうかね、開いてみましょう。 ありがとうございます。これ昨日、えっと、昨日の日付なんですね。ちょっと鳴ってみますね。鳴らしてもらいますね。全然絡みない人なんで、僕はちゃんと喋れないと思うんで、あの、あ、見ちゃったミキヤあの、言ったっけ、さっき。俺、ミキヤのチャンネルはよう見てるんですよ、最近。はい。あんまり YouTube 見ないですけど、ミキヤのチャンネルはよう見てます。えー、っと、これですね。わっ めっちゃややってるやんあ、そうそうあんまり話せんかもしれんでその有名人の人のとこちょっとだけ抜き打ちいこうかなってちょっと考えてますけども今もやってる今もやつ森ってさ最近結構同じ人と集まってしまってるんでこういう今なった人と集まれたらいいなとも思うもう8人超えてくれんかなあの制限ちょっと待ってお気に入りじゃないまだ,まだお気に入りじゃないですお気に入りはあのいろんなこと 超えてかなかなんで中をもっとお互いのこと喋ってたりとか悩みを聞いてもらったり聞か,聞かせてもらったりとかしてここの休憩所わか, <laughs> からないんですけどとか言って教えてくれたりとかそういうふうになってくらいでさちょっと待ってくださいそれは。スプラトゥーンがめっちゃ好きでモンハンもちょっとだけ試してっていうまあある程度王道なところ行って最後。 615、ね、ってどんなもんなんやろなっていうのをちょっと見たいなって思いますねあのじゃあよろしくお願いします <laughs> あのじゃあビオラさんから見ていきますかねビオラさんが自転車の休憩所を教えてくれてお気に入りにしたんですけどそれその前からお気に入りなんですけどズンバズンバなんかツイッターで見るなと思ったらこれやったんやなリングフィットアドベンチャーが あの売り切れてるからここに行くんやろかみんな分からん俺は縄跳びやってます今でもえっとですねで昨日難しいステージをクリアしたって言ってたけどやっぱり365時間 <laughs> かかってるですね <laughs> うんチャリンコのゲームこれ30時間がっつりやってますねピクミンなんですよほんでそ,そういえばさビオラさんって俺オーバークックとかでバーって言ってるけどピクミンなんですよね絵が これななんんでやったったけ一番最初ピクミンで来てくれたんやったっけななんかそれを忘れるぐらい他のゲームで絡んだなとは思いますねグッジョブとかでうーんマージャンとかでそうやマージャンの人でもあるんやそっかマージャンの人でもあった思い出した今何で俺それ忘れてたんさ最近やったのにえーってことですね だからその強者ものたちが実際熱盛はどんだけやってるんかっていうことを調べたいと思ってたんですあのー、あんまり見てなかったで、ね、この中最近強者ものっていうか熱盛で会ったことある人っていうかな熱盛で会ったことある人いないな今ここにあんまりあの見てくださいって言われてるんですチキンさんからは見てくださいやったっけ いた12分前あっ <laughs> きたー1200あ1020これはすごいっすねついに4桁いったやん見てくださいって言ってた気しますでス合ってますよねあんでこれも見ましたツイッターで25時間でクリアしたって言ったツイート見た時に多分発売5日ぐらいやったでえ1日5時間もやってく…でも RPG 的には25時間って短いんかなそ,それかチキンさんが超早いかわかんないですけど寝て寝んじゃねえかなこの5日間多分25行ったんやねこれ見てくださいってことですありがとうございましたでこれは体験版を25時間体験版を25時間やってからこっち85時間やったんなってことは110時間って ってことにになりりまますね久しぶりに見ましぶ見たで、会ったことある人あのハチコさんとか。245。245言ってるんや、でもそれでも。あ遊び体制持ってるんや。あれあポケットエディション買ってるんや。えポケットエディションって何やったっけなんか、一部だけ入ってるんやったかなえ、ハチコさんって結構こういうちっちゃい遊び、ちっちゃい遊びじゃねえわ。 好きなんやなでナギさんっていつもカンストしてる人やなでこのカンストしてる人が実際にまだ825時間しかまだってめっちゃ多いけど825時間ってことやっぱりそこはチキンさんこのギさんを超えたってのはすげえことやでのこれ世の中ではこんなんやでだって全部桁がうーんそうなってるんですね1020き出してました 星芋さんもやっ会ったことあります。305。305。何これなんで305で合わせてきてんのこれ。すごいなあポニョンさんも会ったことありますね。え、一番最近、ムービングアウトやってるの超ウケるんやけど、なんか、いつもこっそりなんかやって、麻雀来て、バーンってみんな振りふあの、箱らして帰っていったりしするかな遊び大制も超やってる。え、もうやめてるやん。これをこう見ると。 厚森をあやめてないんか。ここ、ここやよね。ここよね。ちょっと待って、厚森でってさ、多分百100日ぐらいはた百100日やとしたら、1日3時間ってこと多いね、325でも十分。え、6六え、6時間ってことあの人、なぎさん。ね、1020って何ちょっと待って、今7月24まで、四回、120時間、だから、えちょっと待って、120日やが、 多くててて見積もって発売してか1 2 0割1 0 2 0は、まあ、1200やとしたらえ10え十10えどうなんのそれわかんないもんないよそんな時間1日にへムービングアウトってさあの最近ボブログに書いたんやけどアップデートかかってるんですよこっそりでそれは海外だけかもしれないんですよでも なんか昨日のツイッターとか見てるともしかしたら日本,日本もなったかもしれなくてそれをやろうとした形跡があるんかなこれムービングアウト頼むであの1人魂入れ替えワンオペさせてくださいって感じないけどそれはアップデートされてませんでしたちょっと話がそれましたけどもくーちゃんくーちゃんと会ってねえな俺あそこで会ってるのやライブで会ってるんですよね クーちゃんはあつ森やってねえやん。アキエさんはもうあつ森やめたんかな。実際の森行っちゃってますけど、結構やってんなぁ。結構やってんな。結構やってんな。結さんもなんかいっぱい家事をしてるイメージですけど、でもそんでも300、会えてないな。そういえば結衣さんは会えてないんですよ。あのー、会えてないんやって。だから、 会会おっって言って言結局会わんのやなあの「あっじゃあ会おう」っつって「でツイッターとかでって言ってるのにそっから先進まんってことはこのままの距離感でいいんかもしれないですね。ちびおさんも実はやってるやろえ ?55 しかやってないんや。そうなんや。結構中途半端よね55ってこ,うこのゲームはこのゲームでいうともずくさん久しぶりやな俺。 やってるんや270でほうりゅうさん410かえこれやれこんなやってるやったっけ一回も話したことないけどこれの話ポケットエディションってただ,ただやったっけやっぱりあそうねマージャンで絡んだことありましたなんで何が読み込めんことあるんこれなんやこれこんなん初めて見たいんやけどこれあいたわゆかさん あゆかさん変わってるゼルダになってるあゆかさんって665なんやんあのすげえ俺の好きな好きって言ったらあかんんだけどあれで <laughs> <laughs> 好きって言ったらあかんなってい <laughs> あれあれあれあの部屋ね部屋が好きなんですよあそこあまた送るわポスター630いってるやなこれえゼノブあそっか ツイッターで見た、ゼノブレード始めましたみたいなの。やってるんかなこれ今。これって、あの、リメイクリメイクなのかなゼノブレードだけはやりましたよ、僕も。また、ツイッター見たいと。チャリンコのゲームやってすぐやめたって言ってましたね。今は走る気分じゃないって言ってました。今日オバックのライブやるんやけど、来るんかなわかんないです。えオフラインになることあるかそこね。 開かかないのか開けた <laughs> このああでもスプラトゥーンはさこうがっつりやってるのねこれ絡みないんや堀江さんとかとこのねこのオーバークックとこの厚盛りのこんな短い時間であんだけのアピールを出してくるっつーのはんつうコスパコスパっていうんかそれなんやろうなと思うんです僕はジャンプロープやってんの少しでやめてるやん リングフィットアドベンチャーれてこれねプレ,イプレイ記録ってさとここまでしか見れないってなんでなんかなこれもっとさ全部見れてあれここまでしか見れないって出んかったっけ前なんか自分のやつは見れなかったんですよねじゃあみかんさんだけ見て終わりますかみかんさんはスマブラをやってるんかなまだあペーパーマリオ始めてるんよみかんさんってあでもこれお気に入りにしてるけどピコーンって見たことねえなあんまり ミカンさんのコースはきつかったっす。スーパーマリオメーカーね。結構おばクックもやってるな。俺、あれをやらなあかんの今、ここで言ってもしゃあないんやけど、何つ言んたっけあれ、ントロでドントロで,ドントロでえなったっけやんないといけないんで、よろしくお願いします。たぶん、ベリタスさんの中にあるんかななかったんかな まだ開けてないやんやなダウンロードしただけで OK っすまあちょっとフレンドさんに今日なった方も含めてまた新しい何かの絡みがあると嬉しいなと思ってますねずーっと「ドラクエ10」やってるんてな2年以上それでは失礼いたします